朝早いな。今は宇都宮にいるんですけど、ちょっとこれから宇都宮から電車に乗ってとあるところに行ってきたいと思います。さすがに野尻さんの車ではお迎えできなかったであ、す。僕の車で出ちゃないですね。 後ろ入れちゃいあ、ますごめんなね。さい、ごめんはなさい。い。遠かった。すいません、遠いところ。どうぞ。ありがとうございます。着きました。この後ね、回してるといいかもしれない。はい。あ、着きますね。そうですね。近っ。お迎えが、歴代のタイプ R がお迎えしてますんで。すごっ。これ全部持ってるんですか？会社で。はい。お店で。いや、お客さんのもあります。お客さんの借りてきちゃったんですか？ いや、ちょうどたまたま入庫、まあ、うちのもありますけどね。おじいさんのお迎えで全部ということで。すげえ。肝心ののじいさんの車別のところにあり ますあ、んで、そうなんで後です取りね。に行きます。わかりました。はい。お願いします。はい。いやー、汚したくないなー。うおー。やばい。新品だなー。なんか、乗るのがもったいない。乗るのもったいないっすよ。なんかこういう、透明のフィルムみたいのも僕剥がせないんですよ、なかなか。新車ずっと撮ってらしてますよね。そういうタイプです、僕。リアシートのビニールなんかね、10年撮ってないって言ったよね。いや、でもそういうタイプなんです、僕。撮るのもったいないなっていう。かかってしまった。ついにエンジンをかけてしまった。さっき言ってた、はい、まず設定だけね、一通りちょっとしたいと思います。はい。車両設定。はい。運転手です。先行車、はい、検知で、はい、止まってて前の車が出た時、はい、ポンとなるのはありで、ありでいいですかね。はい。はい。降車時ドアロックで、はい、野尻さんが出て、はい、普通だったら、ボタンを押したり、はい、ドアノブを押したり、はい、鍵で、ドア閉めるんですけれども、はい、離れると勝手になる機能。オートリトラミラー、これも好みあるんで、はい、毎回畳むでいいですか。はい、はい、オンで、はい、あと野尻さんの好きな、ね、イルミネーション、はい、光物です、ね、光物はついてますね、はいはい。あと、万が一何かあった時はここのボタン、はい、本当事故とかね。あ、SOS っていう。SOS ですね。あ、わかります。はい。あとドラレコがついてます。はい。前後。はい。前の車、うん、後ろのカメラって、はい、両方撮ってますから。あ、車内と。そうですね。後ろを撮ってる。後ろと撮ってると。で、これは前を撮ってると。はい。いうことで。はい。で、たまに、メモリー入ってますんで、はい、たまにメモリーチェックしてください。あと、フォーマット。わ、はい、かりました。気がついた時に映ってないっていうのは、まあ、純正だからほとんどないと思いますけれども、はい、まあ、半年に1回ぐらいはメモリーフォーマットしていただけたらなと。わかりました。思います。はい。はい。あと、開けた時、光もん見ておいてください。はい、開けた時に光もん？あ、これね。かっこいいっすよ。これまた夜撮った方がいいな。そうですね、夜。あ、これいいね。あ、ちょっと消しますか。あ、すいません。あ、これは、ありがとうございます。はい。つけて正解。納車に来たと思ったら急に撮影が始まるみたいです。
どういうことですか。まあそこで、はい、ちょっとこの後日本車記念の、はい、撮影をしますんで、はい、一応バズ特大特大4つクラッカー、はい、をやりますんで、はい、ドジーさん狙って上あたりね、上あたりでかくないですか。でも分かんない、やったことない、やったことないのに今やるんですよ、こんなに。あと記念すべきタイプ R の納車を記念して、はい、おめでとうございます。あーバーン、うわやばいやばいやばい、なんかメイキング的な感じ。これ店長がこれ企画あれですよね。店長企画して全然店長掃除手伝わないっていう。いつものことですか。企画だけしてあと丸投げってやつですね。すいません、ありがとうございました。まあ、ということで、まあ、いろいろこれから乗っていって、まあなんか YouTube もそうですけど、なんかいろいろ動画も作りたいなと思います。来年のレースとかもこのシビックで行きたいし、まあ、これからこのタイプ R ライフを楽しみたいなと思います。ということで、バイバーイ。